七ママお誕生日おめでとうございます。お祝いといえばシャンパンなんですけれど、いいシャンパンを私から入れまくったらさ、破産しちゃうかもしれないからさ、だから今日は最強のお財布さんに連れてきました。お財布さんって名前なの？大きな財布ありがとうございます。お財布さんでーす。じゃあ P2 をお願いします。ありがとうございます。でも嬉しい、お久しぶりですね。ね、でもさ、七重ママと入江さんは結構さ、マブなんでしょ。マブすごいよね。まあ、この並びでね、初めてだ。この並びは初めてよね。そうですね。まあ、最近なんか何枚かありますなんとなんと七重ママが今日誕生日ということで、天チムさんからお祝いのピースいただきました。ありがとうございます。めでたいめでたい日で P2 あげたいと思います。よいしょー、よいしょー、おめでとうございます。しまいの方がいいよ、触らないくらい。もう噛むし、もう間違うし、またダメ。やばいよ、サバナには到底届かない。マジ借金しても払えない。え、サバナ今日割り勘だぜ。死なめます。おめでとう28歳、おめでとう。大変お世話になりました、いろいろ本当に。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しい。頑張りすぎなのね、いつも七重ママなんで、これからも体に気をつけて頑張ってください。これからも応援してます。ありがとうございます。いや嬉しい嬉しい、ありがとう。こちらこそ。いやこんなケーキすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ケーキおめでとう。ありがとうございます。じゃあ七重、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ピースうまっ。ピースですね。ピースうまい。どうですか、まあ、28歳の抱負は。まあ、48ですけど。見えな、全然見えない。私若いですね。あれですか。そうなる、そうなる。僕36です。あ、そんなに違うんだ。でも見えないですよね。僕今日この人から42って言われてて、マジでショックでした。マジでリサさんが42歳だと思ってた。それぐらいのなんか感覚が受けてるとかじゃない。受けてる。嬉しいよ。めでたいね。めでたい。ありがとうございます。ありがとうございます。また戻ってきます。お支払いいただいて大丈夫ですか。僕の名刺です。お疲れ様でした。え、帰りました本当に。帰ったと思います。マジかよ、ちょっと待って、入江さん本当にガチですか。店長さんも帰りました。うん、店長さん先帰った。入江さんは、入江さんもその後帰ったんです。マジで言ってます。じゃあ、よろしくお願いします。いいですか、今日の分は。じゃあ、サルさん。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マジっすか。ちょっと、マジですか。え、本当に。でも寝られてたみたいで、その漫画さんが言ってたっけ。マジっすか、本当にですか。いや、マジですか。ちょっと、俺カード3枚あっても払えないですよ、多分。本当に、どうしよう。ゼロ、1個落ちたんです、待って。ちょっと待って、本当っすか。誕生日なんで、なんか、ありがとうございます。すみません。すみません。ありがとう。シャンパンタワーだけその後天下さんがちょっと払ってたみたいなんですけど、他は全部。他は払えます。はい。お支払いいただきたいということで。3ヶ月ぐらい黒服でちょっと頑張って。本当にですね。本当っすね。本当っすね。それもいいですね。うわぁ、マジか。ちょっと、いや、でもこの間までちゃんと起こすべきだったんですけど、だいぶしっかりと寝られていたので、起こしてまずいかなと。寝てたっすか。はい。うわぁ、もういい、うわぁ、もう半年ぐらい働きます。半年払いでもいいですか。今はちょっと本当に払いです。
ロークレーム、ね、働いてもいいんじゃない焦った本当にやりかねねえと思ったマジだと思った本当に帰ったなと思ってやられたと思ったマジでやられたと思ううわーマジかマジでやばと思ったありがとうございますありがとうございますマジで焦りました7番おめでとうございますおめでとうございますありがとうございましたすいません誕生日プレゼントの動画でまたありがとうございましたありがとうございますありがとうございますまた働いてくれるのかと思ってますあ、マジ忘れたわありがとうございますありがとうございます7位最高最高だよ